はい、それでは、その1から4コードに行く、すなわちコード進行に合わせてそのどこを弾けばいいかで、何べんも言ってますけど、あの、ドレミとか、ABC とかそういう数ではなく、あの、全て基本的に1、2、3、4、5、6、7音で 8音は第1音と同じで、そういう発想で数で、紹介していきますから。でまず最初に1コードから4コードに進行する、いわゆるコードプログレッションというやつかな、コード進行のあれですけど、まず、これまでにも、先月かな、特にあのアルペジオというそのブルーグラスを弾く上に一番基本となるのをやりました。そのアルペジオからあの全部発想していって、その、指板の上でどういうふうに動くかということを考えています。その時にアルペジオを弾く時に指、使える指は基本的に4本ありますから、1がアルペジオのそのコン音、コン音というのは音の音ですね。その音が、まあ、あのその曲のキーの音にもなることがなるわけですけど、そのコン音、それが例えば人差し指がコン音を弾いた時というのから発想しています。一番わかりやすいのはこの人差し指を3弦に置きますね。まあ、これはいわゆる世間では E というあの音なんですけど、でこのアルペジオが1で、コン音が1で3度で5、1、これがアルペジオでしたね。なら、これが1で、これが3ということは、4は、3と4の間は半音ですから、4コード、今度4コードのコン音が、4はここ、これが4コードのコン音、1になるわけですね。で、小指が1を押さえてれば、この前アルペジオでやったように、小指が1を押さえてるときは、中指が、3、これが5、これが1で下に置いていくということになりますね。もっぺん言うと、人差し指がコン音を押さえている時、その4度、4コードの、コン音はこれ、小指を伸ばしたところにあります。です、このこれが4コードのコン音になって1ですね。だからもう一度やると、最初のややこしいね最初の1コードの、アルペジオがであれば、 4コードのアルペジオは